6時のオス組スタートです。決定いたしました。福寿オス一席十二番、二席九番、公表お願いいたします。おい、たまったさ。優勝だよ。それではただいまの福寿券のお組の公表を申し上げます。このクラスは生後84カ月以上ということでございまして、7歳以上。のクラスでございます。本日この2頭の出品でございましたけれども、まずは、9番のご愛犬でございます。これは平成23年度生まれの7歳のご愛犬でございます。出品にしましてはなかなか好管理の中で育っているなという姿が見えます。ただ天体個性等におきまして、まあ67歳ともいうこともございますけれども、若干現在に甘さが出てきているのかなというところを見せていただきました。その中で本日この12番、このトラゲのご愛犬を出席とさせていただいたわけでございますが、ご覧の通り福寿犬とは思えないほどのはつらつとした表現力。今現在平成15年生まれですから15歳に、なります。なかなか15歳の年齢でこれだけの保養ができる、断髪力のある保養ができる、こういうご愛犬は本当に珍しいと思います。私もこのご愛犬を小さい時から何度か見せていただいておりますが、この気性の良さというものは保有からもずっと引き継
日のご愛犬で中の方を思い浮かべます。そんなことで、この12番のご愛犬、トラゲには珍しいはっきりとしたトラゲの発音、そして、小さく締まった耳の切れ、さらには目の形を締まりというところが非常にこのご愛犬を、僕が持てるご愛犬をに似せております。一つでも長くこのご愛犬を養っていただくことをお願いを申し上げまして、簡単ではございますが富士県の報酬を終わります。どうもお疲れ様でございました。どうも富士県おすみみ終了です。